Okay guys, I'm sorry I ended the last episode so harsh or fast, but I was genuinely mad, like pissed off that I didn't get to hear the festival concert. But I guess they had to put it in the last episode. So yeah, we are going to watch the Bocchi the Rock episode number 12, the last episode of Bocchi the Rock. Bocchi za rok. Okay, if you'd like to see full uncut and unedited reactions before YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, ikimashou. Okay. We haven't heard this song, right? How is Bocchi doing? Is she good, like, mentally? Damn. But she's smiling, so I guess she's doing all right. Damn, this song is catchy as hell. She's blushing. Nice. Are they gonna play like the whole three songs? Morning light falls on you. Damn, this was instead of the opening. Nice. I will never forget. Wait. Does she have a broken guitar? No way. Nice. But I'm still concerned about Bocchi. Like, what is happening? She wanted to say Bocchi. See something. Okay, it's all right. Nothing's happening yet. Even the hooligans are cheering. Something's happening. Yeah, what? No. It dropped off. これじゃ逃げも使い物にならない。これじゃソロ無理だぞ。せっかくの文化祭ライブが私の機材トラブルで台無しに。どうしよう。北さん、みんなに見せてよ。本当は後藤さんはすごくかっこいいんだってところ。 あの人は何やってんだ。よくわかんねえけどすげえ。あれならチューニングずれてても関係ないもんね。 What? Damn. Even with the broken string, like, damn. Everyone's cheering. Can you hear it, Bocchi? このライブをみんなが将来自慢できるくらいのバンドになります。
Come on, say something. コミショは事前に台本作っとかないと喋れないのに。予想外のふりされたら。Say something. Say something. 何か面白いこと、何か面白いこと、何か面白いこと。後藤さん？No way. No one's gonna catch her, right?No! I'm dead.台無しにしちゃって本当にすみませんでした。せっかくの、ううん、なぜか逆に盛り上がってたかも。にじかちゃんたちは今片付け中。後藤さん大丈夫ならこの後打ち上げ行こうって。でも無理そうならまた今度に。あ、はい。北さん、いつの間にか上手になってて。うん、バッキングだけだけどね。私は人を引きつけられるような演奏はできない。けどみんなと合わせるのは得意みたいだから、これからももっとギター頑張るから教えてね。後藤さん、ひとりちゃん。First name. じゃあ先行くね。準備できたら来てね。はい。私、ひとりちゃんを支えていけるようになるね。あ、ダイブの人。あ、ロックのやべえか。いつかここをやめてやる。Yeah, I believe you. お父さんごめんなさい。お姉ちゃん何してるの？お父さんから借りたギター、ライブで壊してしまいました。顔を上げて。お父さん全然怒ってないから。ね、ペグが壊れただけだろ。そんな心配しなくていいよ。それに。ライブ中に壊すなんて、なんかお父さん興奮しちゃうな。今は破壊専用ギターってやつも売ってるらしいし、今度のライブでしてくれよ。娘をどの方向に持っていきたいんだ。これもいい機会だし、一人も自分のギター買ってみたらどうだ。いや、でもバイトはしてるけど、ライブのノルマで消えるから、そんなお金は。大丈夫、お金ならある。なにこの大金。お父さん、まさか闇営業。あ、こんな黒いお金を受け取りたいよ。うちはそんな切迫してないよ。それはね、一人の動画広告収入で得たお金なのよ。Oh, that's right. She's not like an adult, so they have to pay her parents. あ、お金がもらえるんだよ。じゃあ私の動画。もちろん知ってるよ。ギターヒーローだろ。再生数結構あったから、お父さんこっそり広告つけておいたんだ。うちの娘うますぎ。いつかこうやって必要になる時が来るかもと思って。お母さん、音楽はよくわからないけど上手だなって思ったよ。お父さん、お母さん。まあそれに比例して虚言が達者になってく過程は父さん悲しかったけど。ゲロゲロ。This song's been a big hit with all my friends lately. I sing this all the time at karaoke. My boyfriend loves this song.父さん悲しかったけど。Damn, how much? 300,000 yen.Damn, $2,200. That's a lot. Nice. まさかこんな七夕展開が起こるなんて。10万前後のギターを買ったとして残り20万。この残りをノルマに当てれば2年近くはバイトしなくてもライブできる。よし、バイトやめよう。No. 今日のぼっちちゃん、ずっとキラキラしてるんだけど、目が合うたびお辞儀してくるんですよね。あ、
バイト辞めれると思ったら謎のパワーが無限に湧いてくる。早速店長さんに言いに行こう。はー、超スーパーボッチちゃん。スーパーサイエンボッチ。バイトが何だって。これからも精神誠意心血注いで仕事頑張ります。Of course。 なんで突然の決意表明。遅れ、いやいや住所抑えられてるし、じゃなくてみんなに迷惑が。ぼっちちゃん、今日楽器屋さん行くんでしょ。何か店長さんに献上したら辞めさせてもらえるかも。あの店長さんの今欲しいもの聞いてきてもらえますか。で、ぼっちちゃんが、お姉ちゃん誕生日近いしプレゼントかな。特にない。いらねえだって。あぼっち、私はディングウォールとルフのシステムヘッドレス、それとダックスのアンプヘッドが欲しい。Don't listen to you。 ぼっちちゃん優しい。でも私はサプライズ派なんだ。楽器屋さんと言ったらやっぱお茶の水だよね。ねえひとりちゃん、なんでこんなに楽器屋さんあるんだろうね。それは明治時代に日本で最も古い歴史を誇るプロオーケストラが結成されてから都内で音楽活動が盛んになって、その頃お茶の水で今では老舗と呼ばれる下倉楽器、石橋楽器ができて、うんぬんかんで。本当はネットで注文しちゃおうって思ってたけど。通販サイトもいいけど、実際に触ってみて選ぶのがいいよ。はい。お前このギター選ぶとかなかなかのセンスじゃん。洋楽とか聞く？あ、聞かない？殺す！イヤホンつけて乗ってるふりしてれば話しかけてこないはず。で、店長、すごいヘドバン少女が来店してきました。こんなメタルファンに違いない。お客様、メタル志向のギターをお探しなら2階の。お客様、この後ハンドメイドショップ行きません。あとさっき知らない。近くにいい感じの方も。楽器見ろよ。すみません、このベースって試奏できたりしますか。大丈夫ですよ。先輩また買うんですか。別に、ちょっと気になるから軽く弾きたいだけ。スラップしていいですか。はい、いいですよ。これなんですけど。こいつまさか。すごい、適当に弾いただけだけど、すごいいいベース。思想で本気出してどやるやつだ。何、行くよ。そのギター行くよ。I'm still not used to her calling that。私には両先輩からお借りしてるギターがありますので。みんな楽しそうでいいな。あ、これが漫画でよく見るドラマ孤独問題か。あ、私もギターとベース楽ガチャおうかな。普通に弾くようでだよ。普通に弾くようでだよ。そうか、寂しかったのか。今度は誰だけ持って行こうね。ここにあるから。山がいいですよね。それ特注仕様なんですよ。よかったら試奏なされますか。初めてのギターならシールドとミニアンプも揃えた方がいいですよ。買います。ぼっちちゃんも思ってるでしょ。あ、経験者の方でしたか。失礼しました。この子のギターが最近壊れてきて、今日は代替機を探しに来たんですね、ひとりちゃん。今時学生さんが何本も持ってる方がいらっしゃいますからね。そうなんですね。このギター気に入った、ひとりちゃん。このギターにするそうです。ぼっち、腹話術の人形みたい。最近成長したと思ったけど、あのとこまだまだだな。よかった。このギター私が検品してメンテナンスもしてたんです。すごく作りが良くて私もお気に入りで、このギターもお客様に選ばれて嬉しいと思いますよ。ありがとうございます。お客様、ギター忘れてますよ。どんだけ作りたかったの。店長さん、またお店に遊びに来てくださいって。はい、いいギター見つかってよかったね。今日は解散。え、なんか用事？ぼっち、早くギター弾きたいでしょ。もうまた二人だけ通じ合う感じ出してる。まあまあ落ち着いて。文化祭も終わったし、次のライブのこととかいろいろ考えないとね。ですね。りょうも新曲よろしく。こればっかりはインスピレーション待ち。
私にできることあったら何でも言ってくださいね。何でも来たか。何でも。そういう。お姉ちゃん、早くしないと遅刻するよ。かっこいい。ごめんなさい。君のことも忘れてないよ。許して。あの子また行ってきます。いってらっしゃい。What a nice anime, guys. Damn. It was really funny. Sometimes even emotional. Yeah, I like this anime. I still don't know how it could like win the best fall anime award, but it's still good. Is there something? Wait, no, there isn't. I thought that there was gonna be something like some scene.Like in the future when they are famous or something, but I guess we're not gonna see that. Thank you. No problemo. Alrighty, guys. Thanks for watching. If you like the series, don't forget to press the like.And subscribe button. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, we have officially ended Bocchit za roku. I hope there will be like some continuation, like season 2, because I would love to see them get more famous. That would be interesting. And yeah, see you guys next time. Mata ne.